2020年4月の9日の木曜日、ねすごいですよ、風がちょっと強くなっているのかな。うん、まあちょっとね、風があるので、どうなるかわからないですけどもね、とりあえず、公園に来てます。東京都住宅供給公社、ちょっとした空き地にある公園で、まあ、ここ狭いからね、どうなのかちょっとなっていう感じはありますけどもね、うん、緊急事態宣言から2日目、ということですね。あまりあれだよね、俺もだから出てきてるんですけども、あまり人がいないってことはなくて結構人がいてね、ちょうどお昼休みということですけども、どうなんだろうね本当にね、あれですよ、昨日は一日、部屋の中にこもってたんですけども、こもってるとなんか外に出たくなるんだなこれかな、まあしょうがないよね、そういうもんです、人間というのはね、ということで今日は天気が良かったんで、ちょっと風が強いか、ちょっと天気が良かったんでね、出てきて、見たんですけどもね、いや、地べたに、桜の花びらがねボロボロ落ちてるね、それに風に舞っているというね、結構ねあれだよね、長いかな、もう1週間以上になるかな、もうそろそろ最後だって、思うんですけども、なかなかね、でついついほら天気がいいもんだからさ、こっち側に来ちゃうじゃん、こっち側っていうか外に出てきちゃうじゃんね。そうするとだいたい桜の花びら散ってるとかね、なんか満開の時もねやっぱりそれはそれなりにいいんですけども、なんかね、桜が散るというのもねやっぱりちょっとした風情ですよね、この時期のね、春の特徴というか、本当はね随分暖かくなってねとってもいい感じになってるんですよこのところ、ところがね、いろんなことがあって、なかなかそういうふうに、いつも通りにね、盛り上がるぞというのがなかなかできないという、そういう状況でもあるんですけどもね、できるだけ自分のね手の届く範囲の自由はね、保ちたいなと、そのことだってね1メートルそうね半径1メートル2メートルか、まあ余裕見て半径2メートル範囲だったからね、だからさ、まあそんなに、不自由でもないかなと、人間ね、起きて半畳寝て一畳というね、そういう感じで、だけどまあ毎日どうやって時間潰すかというのがねやっぱり、いろいろとあるよね、だけどやっぱりそこら辺はさやっぱりその、やると、それがまあ大切ですよ、自己責任とかそういう問題じゃなくてね、仕事はやっぱり、しますよね、時給いくらでどうしようって言うんだったらまあサボっていいですよね、お腹痛いですからとか言ってねサボっていいけども、いざね自分の仕事となればそれはね、やりたくねえなーなんて思ってても、ね、締め切りがいつだったらそれまでになんとか仕上げようとかね、自分の中である程度、スケジュール決めてさ、やるというね、そんな感じで、だから、在宅ワーク言うてね、仕事持ち込んでね、結局ほら会社の中だと8時間で、残業ついてみたいなねそういうようなことだけど、24時間使えますからね、別に寝なくてもいいわけだからさ、だったらいろいろやるよね、で、2、3日徹夜で、2、3日寝ちゃうとかさ、
まあいろいろな方法があるから、あ、まあそれなりにね、自分のいいようにやればいいわけでね、そうするとストレスもたまんなくてさ、うん、何日までにやらなきゃいけないっていうのはもう決まってるけどもさ、毎日毎日根詰めてごちゃ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 ね、時間でじゃあ時間だから帰ろうとか、そんなことはないわけで、いらないわけだってさ、うん、まあそういうふうなね、ことで、いいんだろうかっていうね、まあそういう、まああの、だからまあ一つのね働き方として、会社に行かないっていうのはある意味ね、素晴らしいことじゃないですか、まあそういうことなんですけど、まあ初めてって感じかな、うん、ね、まあ初めてがこういうのって嫌だけどね、はっきり言ってね、人間に会ったらね、なんか病気になっちゃう可能性があるから、みんな人間に会わないでっていうね、そういうのはちょっと嫌だけどもね、うん、やっぱりこう仕事終わってね、できたらさ、おいやったぜできたぜってね、思わずこう握手したりね、酒飲んだりとかっていうのは、これはやっぱり本当でしょ、うん、仕事の喜びってやつだよな、うん、だからまあそれから考えればもう本当にもうどうなんだろうと、うん、ただやっぱりそのマイペースだとか、自分でやれるってことで考えればね、それはそれでいいのかなと、思ったりしますね。まあだから本当結構ね時間がここのところあって、うん、なんかね、それとあとさ、例えば自分が24時間使ってこれだけのことができるだろうっていうのが あってさ、で、スケジュール通りにこなしていくんですけどもね、だいたい最後の方になるとね、力尽きてね寝ちゃう、うん、で結局なんかこう予定通りじゃなくてね、うん、まあそれでもまあいいやみたいなさ、そこなんだよな一番いいのかな、まあいいやってね、いつまでもね、だからそういう風に、積み残しが出るのかと思ったらそうでもないんだよね、積み残しは積み残しである程度ちゃんと片付けてい、くんだよね、うん、だから新しいことをやるっていうのがまたちょっとね、やっぱりほらある程度覚悟とか決まるわけじゃん、新しいことやるときはね、まあ、そこら辺のスケジュールをどうするかということがやっぱり一つあるわけですけども、でもそれ以外は本当になんかこうね、うん、こんだけよく寝てて、でもまあなんとなくやれてるっていうね、やれてるだけじゃなくて、なんかあれだよね、時間持て余しちゃってさみたいなさ全然持て余しても何ともいないんだけどさ、うん、まあね、そこら辺がまた面白いところでね、うん、やっぱりなんだうん、まあでもあれだよね、効率だとかそういうことを考えたらね、やっぱりちょっときついかな、そういうことをやるとね、ね、 A 君はね、1日10個作りました、 B 君は2個しか作りませんでしたったら、やっぱりね、2個作ってもすごいなと思うんで、でも10個作った方がすごいよな、あ、それが例えば2個作った人は、ね、その2個はもう全然壊れもしないで、動きまくってて、10個の方は、ね、例えば5個ぐらい壊れちゃったっつって、それでもなんかいいのかな、まあいろいろそういうのがあるからね、またあれですけども、ただ、目に見えるところは2個より10個の方が、ね、立派だよね、数多い、すごいな、なんでそんなに早くできるんだよみたいなさ、まあいろいろですけどね、うん、まあそんなことをごちゃごちゃ思いながらもね、こうやって、あ、風が強い、うん、そうなんだよ、ね、今だから一応 YouTube の方でもね、配信をしようということでやってるんですけど、今まで何回かやってね、どうも回線が弱いのかな、どうなのかな、うまいことつながんないみたいなね、うん、でまあ録画も撮れることは撮れるんだけど、なんか何これみたいなね、まあ、そんな状態でね、昔はね、まあ昔はね意外とこう昔のやり方っていうのかな、昔のやり方がどうも今はちょっと通用しないのかもしれないし、よくわかんないんですけどもね、うん、ウェブカメラにもマイクがついててさ、内蔵のマイクがついてて、できればウェブカメラのマイクは使いたくないんだけどね、うん、でマイクのところで何を活かしてね、うん、何をこうね切り取るか
ね、使うかっていうのでいろいろとね、うん、やってたんだけども、なんかそこら辺の設定みたいなのが今一つうまくいかないんだな。で基本的にはね内蔵のマイクでも十分いけるんで、それでいいんだけれども、だから映像的にもね、あの 映像もそれで大丈夫だからいいんだけれども、でも録画を撮って残してみると録画がね、飛んでたりするわけよね、だからそこら辺のところをやっぱりもう何回かやって、ある程度これじゃダメだ、こうしなきゃいけないみたいなね、そういうところだよね。うん、別に難しいことやってるわけじゃないんだけどな、うん、ただやっぱり設定だとかそういうところでやっぱりあのアプリだあなんだかんだっていうんでさ、よく分かんないことっていっぱいあってね、うん、だからあれだよね、あの本当に思うんだけどね、パソコンとかいうのはなんで動いてんだかよく分かんないね、うん、ね、中にはすごいもう何、それこそあれだよね、何百人どころじゃない、何千人何万人の小人が入ってんじゃないかと、本当小人ですよ、もう本当ちっちゃいものがさね、例えば10万人入ってたとしたらすごいよね、あのちっちゃい箱の中にね、うん、実際あれだよね、あのウイルスソフトとかなんとかであのファイルとかをさチェックしてるときにさ、なんか終了してみたらさ50万個ぐらいのね、あのファイルが中に入ってたりすることがあるんだよな、時間1時間とか2時間とかかかってさ、なんでこんなたくさん入ってんだよって、ね、で要するにそんだけたくさん入っててやっとなんかこの動きができるみたいなね、あだからそういうの考えるとね、やっぱりあのちょっとな、もう俺らに分かんないですよね。だってどう考えたってさ、あの俺なんかもそうだけど10ぐらいも数えられないもんな。まあ両手両足で20かね、これが限度で、それ以上となってくるとやっぱり 20が何個みたいなね、そういう感じになってくるからね、難しいですよ、ね、記憶もだんだんなくなってきてるしね、あれどこに置いたっけなみたいなね、それはね20万個のねファイルがあればね、どこに何があるのかなんて分かんないって、ね、100や200だったらまだ分かるけどさ、20万個だぜ、ね、それはないでしょいくらなんでも、あ人間が覚える、あでも分かんないな、人間の脳みそってそこら辺ぐらいまでいけるのかもしれないしね、どうなんだいよく分かんないけど、まあでもあれだよね、面白いよな本当にな、それが機械だって言うんだよな、ね、俺は生身の人間でこんなに何十年も生きてきて、あだこうだあだこうだっつってさ、まあ、ファイルにすればかなりわけのわかんないね、NG ファイルやなんかもいっぱい入ってんだろうけどさ、ね、向こう機械だから ね、いい悪いの問題じゃないもんね、いい悪いじゃなくて一つ一つファイルになってるってところがすごいよね、うん、俺たちだったらどうすりゃいいんだろうな、うん、いい悪いとかさね、うん、考えちゃうもんな、いい悪いってね、うん、でもやっぱりそれが全てじゃないでしょ、ないでしょね、やっぱりほらいろんな人がいて10人トイロね、ですからあの10個のいい悪いがあるわけですよね、一つだったらこれね分かりやすいよね、法律みたいなもんでさね、でも10個がね微妙に違って、これはいい、ここまではいいけどこれ以上はダメとかね、それのなんていう細かいのがいっぱいあるとすれば、これはやっぱりさちょっと頭抱えるぜ、うん、本当にそういうもんだと思うよ、ね、でそういうのがもう何十人何百人何千人何万人何十万人って集まって世の中ができているっていうね、まあそういうことやな、うん、いや本当だからね、そういう意味でね、もう少しこういい加減に考えればね、本当に面白いのよ、うん、ね、あの本当にもうみんな違うからね、大笑いだぜこれ、ね、みんな大笑いだけどもね、例えばこれにしようあれにしようっていうのは大体ね、あみんないい悪いはあってもさ、まあアバウトなところで大体これにしようって決めちゃうわけだからさ、ね、これもすごいなって思ったりもするけどさ、
まあでもそんな感じでね、どうなんだろうね本当に、ね、異常事態、ね、ここにここでこうやってやってる分にはね異常事態も何にもなくて静かでさ、人が歩いてて、桜の花びらが散っていてっていうねそれだけのことですね、まあ家帰ってパソコンを開けてねいろいろとこう自分のだから検索をちょっと気になったものを検索したりなんなりしてもねそんなに変わんないんだよな、ね、なんか世の中が切迫してるとかさそういう感じって多分全然ないと思うよね、不思議だよな本当不思議だよなだけどやっぱりおかしいんだよ今、ね、本当どうしたらいいのかっていうのがやっぱり大きな問題点だよね。まあその例えばその同じ問題点にしてもさ、まあ、自分がどうするのかとね、全然だからそのなんていうの今のこの世の中のいいこと悪いことじゃなくて、今の自分がこれからどうすればいいんだとね、どうしたいのかとね、これがまずとりあえず一つだよね。それとやっぱり世の中どうなのよっていうね、ね、日吉美美さん世の中バカなのよってね、これ逆から読んでも上から読んでも下から読んでも世の中バカなのよっていうね、本当そんな感じでね、まあそういうのもあるんですけど本当にね、どうしようかと、おかしなもんだよ本当におかしなもんだからね、分かってるで分かんないんだよな分かんないようで分かってたりするんだよな。ただ分かってるってことはさ、一人一人個人の頭の中でこうやればいいなって分かってるだけであってそれが一般的になるかったらそうはならないんだよね、じゃあ一般的は何かっていうことになると本当一般的は一般的すぎるのでこれはやっぱり個人的なところに持ってきた時にどれだけ、それが通用するかっていうのが、ある意味本当わからないっていうね、まあそういう部分が結構あったりして本当に難しいよね、いいんだよ難しくたって、ね、どうせ全部わかるわけじゃねえし何か本当最近本当そう思うよね。分かってれば自分分かってね、間違いっていうのも当然だよ、ね、間違いっていうのもあるんだけどその間違いも含めてああ これでいいのかっていうのが分かれば、ね、間違いに気づくまではそれでいいのかもしれないなっていうねそういうことなんだよね。ただ常にねやっぱりそれでいいのかって思ってなきゃいけないっていうそれが条件でつくけども、それでまあね、全てが OK ってことまずはありえないよね絶対ね。全てが OK だったらこんな楽なことないもんな、もう全然だから風が吹こうと雨が降ろうと OK、全部 OK、今日飯食ってないな OK、飯なんか食わなくても OK、ね、今日カラオケ行こうよ OK ってね、ほんとそんな感じでさどうでもいいんだろうな、まあそれが一番楽っちゃ楽かもしれないけれども、そう楽はね楽は楽なりにね、いろいろあると思うんだ、で今日あれだよな朝方ちょっと見てたらさねマスクなマスクねあれ結構ほら今品薄じゃないですか。だからなんていうのドラッグストアとかああいうマスク売ってるところにね朝からずらーっと並ぶんだってよ。でそれがさやっぱりその長蛇の列になってね、で外国なんか見てたらさ1メートルとか1メートルじゃない2メートルとかそういう感じで一人頭ポツンポツンと並んでてそれもすごいことなんだけどさ、で結局すぐマスクもなくなっちゃうしっていうことでね、要するにそのであとね、輸送の関係でいつマスクが入るか分かんないみたいな、で一応何月何日と何月何日に入りますよっていうね、ローテーションというかそれはやっぱあるんだろうな。俺そこら辺聞いてなかったな。
いや、だからコンビニでも何でもそうだけども、だいたいね、配送の運転手さんが何時ぐらいにここに来るぞと、そしたら物がどれだけ入るよというのが全部わかるわけだからさ、ね、だけどマスクなんかはもう今はね、ほとんど入ってこないみたいなね。ただやっぱり入ってくるとか、日付はやっぱりちゃんと、だからそういう人たちが来るんじゃないの、トラックかなんかがね、うん、だけど結局俺たち知らないわけだってさ、ね、うん。で例えばそういう情報なんかもある程度はっきりしてればね、例えば月水金にマスクが入りますよって並んで、ね、そうすると毎日並ぶんじゃなくて月水金だけ並べばいいわけじゃんね、でもなんかね、そういうことらしくないらしいんだよな。でまあマイバスケットっていうのがあるんだけど、それでトイレットペーパーで聞いたんだけどさ、店長さんも知らないんだ。ね、で来るぞっていうのは教えてもらえるらしいんだけど、バイトの子たちがね全然、知りませんって言ってるのね。でやっぱりほら消費者ってか俺たちはさ、いつ来るんだってのが気になるから聞くけど、全然だから知らねえよ知らねえよみたいな感じになったら、なんだあいつらって話になるじゃん。だからさ、もう完全にだから何月じゃなくて何曜日と何曜日には来ますよって言えば、あそうですかっていうことで何曜日と何曜日にチェックしようってことになるわけだけど、そういうものがやっぱり、ちゃんとね、情報が流れてないからおかしくなる。でそれでね、マスクに関しては本当に品薄で、並んでも買えないっていう状況がいっぱいあって、それでもみんな並ぶから、その並ぶのがやっぱり、ちょっとまずいんじゃないのっていう話になって、それでね、マスク売ってるところがさ、ね、並ぶのやめてくださいっていう話になったわけよ、ね、でいやそれはいいんだよ、並ぶのをやめろっていうのはいいんだよ、じゃあいつ入るんだって話でしょね、まして例えばそういうふうに流通があるわけだから、流通が全くなくてね、例えばマスクはもう全然ないのでこれから1ヶ月間入りませんって言うんだったらまだわかるよ。だけどマスクが入ってくるのにさ、入ってくる日は教えずに並んじゃいけないっていう話になれば、それはもうどうすりゃいいんだって感じだよね。それこそマスクの欲しい人っていうのはもう当たり構わず24時間お店の前にいるのかよと、ということはさ、もう危ない話でいくと、例えば24時間マスクを望む人がそこに並んでるってことでしょ、ね、でもやっぱりマスク入りませんっていうの分かったら来ないだろうっていう、この浅はかな考え方、ね、だからあくまでもマスクがないのだったらマスクがないって言わなきゃいけないし、マスクがあるんだったら、マスクはあるんだけど何月何日何日に入りますよってことを 言わなきゃいけないって、そうしないとね、本当に欲しい人というか、ね、裏でね、こっそりと やるならいいよ、だけど本当に欲しいんだったらずっと店の前にいて、何日も何日、あ今日もマスク来なかったな、昨日も来ない、もう一昨日も来ないのに1ヶ月、もう1ヶ月ぐらいマスク来てないよねって、だったら作れよって、ね、思うんだけど、まあ本当そんな感じでね、だからそれはおかしいんじゃないのって話をねちょっとしてきたんだけどさ、クレーマーですかねというかね、本当にね、もうダメだね、なんつうんだろうな、要するに、例えば、なんかゲームとか違ってね、やっぱり命に関わるものであるでしょ、ね、そしたら例えばそれが不足するかしないかとか、そういうことまでちゃんとデータなりなんなり出して、それがねスムーズに流れるようにっていうふうにかん、やるのがね行政でありね危機管理だわけよ。ところが結局ここね、バブル崩壊以降何もやってなかったってことなんだよね。で結局でも例えばこの30年40年やばいことが全くなかったから大丈夫で、ね、それ俺たち分かんないもんね、だから大丈夫だから大丈夫だと思うよね。だけど実際はやっぱり全然足りないわけですよ。
でその時に普通考えれば分かることだと思うんだけど、ね、例えばグローバルとかなんとかで、みんな外国にね、生産拠点が移っちゃって日本に生産拠点がなくなっちゃってって、そしたらもう作ることさえできないっていうね、今の状態だよ、ね、でなんかそれも一つのビジネスチャンスでもあるわけですけど、やっぱりそのどこまでやれ儲かるのか儲かんないのか、たかだかマスクですからね、うん、そういうリスクとかなんとか考えたらやっぱりなかなか二の足三の足、ましてこの不況だしさ、やっぱりみんなだからかなりダメージあるわけだからさね、うん、だからそういう時はやっぱり国が金出してさ、で俺たちにほら、何十万かさバックするっていう話があるじゃんね、だからそれはもう当然そうならないと、もうこんだけひどくなっちゃったらもうどうしようもないからね、仕事だっても正規の人はいいかもしれないけど不正規なんかもう金入らないじゃないですか、仕事がなければ、ね、そういう面ではもう本当にもう先が全く見えないし、どうしたらいいのだろうっていうね、そういうことになっちゃうんだけど、だからそうした時にね、やっぱりその国がマスク作るとね、工場作るんだと、それこそ何千億かけて、何千億までかかるのかどうか分かんないけど、とにかく金をかけて早急にマスク工場を作るんだと、それもね、もうなんていうの、1ヶ月2ヶ月3ヶ月我慢してくれればもう溢れるぐらいのね量を作るんだとね、うん、やっぱりそういう風なところに金を使えばね、そんでさ、あれだよね、例えばこういうご時世になった時に世界中に今こういう病気の状況が出てきてるわけじゃない、だからやっぱり当然のことながらそれは売れるよな、うん、でそういうビジネスチャンスなりなんなりってことを言ってどう考えてんだって話だよね、うん、本当にね、だからまあそこら辺が、うん、よくわかんない、ただ指をくわえて見てるだけっていうね、だからマスクなんてさ、ね、結構まあ、いろんなね専門的じゃないので、ガーゼかなんかで作っちゃえばいいんだろうとかって思っちゃうんだけどさ、ね、そういう簡単なもんだったらすぐできそうじゃん、ね、だけどいろんな例えば今の科学だとか医学だとかそういうもののね消毒だとかいろんなそういうことも含めてやったとしても、ある程度お金かけてしっかりした工場を作ればね、インスタントな工場じゃダメかもしれないけどしっかりしたものを作ればこれから何十年持つって、だからそういう計算なり何なりがちゃんとやられて作らなきゃね意味がないんだよね、だからなんていうの、作りゃいいんだけどな、そういうことな、マスクにしてもそうだし、トイレットペーパーだとそうだよ、あるよあるよって言ってるけども、確かにねマスクに比べれば店頭に並ぶ可能性はあるし俺たち手に入るけども、でもやっぱり品薄は品薄だよね、うん、だからさ結局、ね、それで、ね、マスク2枚ずつ配ろうかなんて話になってんだけどね、だから俺たちに2枚ずつ配るだけの在庫があるんだったらそれはもっと有効な利用だってできるはずでしょう、ね、それをなんか郵便代とかそういうことで、金を踏んだくって、俺たちに2枚ずつ渡す、2枚も渡せばいいよねっていう、それはないよはっきり言って、あ、ね、もっともっとだからお金は有意義に使わなきゃいけないんじゃないかって思うんだな、だから無駄遣いはいけないそういう部分ね、で無駄遣いじゃなくてもね、やっぱりどうしたらね、その金額でなんか得するかというか、いっぱいいいことができるのかなっていう、そういうことですよ、ね、俺もいい加減なんだけどさ、俺よりもいい加減なんだ、で結局よくね、ごまかし君は本当にいい加減だからとかってよく言われてましたけどね、もう俺どころじゃねえもんな、なんか 俺がごまかし君って言ったら恥ずかしくなるよな、こんなまともな話しててさ、マスクに関してはで今日もさ、やっぱりお店の人とそうやって話をしてたんだけど、やっぱりね、また来たよクレーマーがみたいな、そんな感じでね、うん、やっぱり結構やっぱり末端だよね店頭ってさ、
末端はやっぱりみんなイラついてるよね多分ね、あそういう意味ではね、で店員さんたちは同じ話を何回もしなきゃいけないし、こっちはこっちでね、なんか言いたいことぶつけちゃってとかさ、そういうことがあるからさ、だからね、要するに物さえあれば丸く収まるわけだからね、なんでそういうことにならないのかとね、そのうちあれだよ、お肉券とかお魚券じゃなくてね、それこそもう本当に戦前じゃないけども戦中か、配給券とか出てくるよね。ね、で1枚あればマスク買えるんだけど、実は5枚ないとマスク買えないとかさ、そういうような悪いことが出てくるんだよ。ね、戦争なんかやったって勝てるわけないだろそんなんでさ。というか、戦争なんかすることなくて、いかに物をたくさん作るかで話は決まってくるね。例えばアメリカだとかそうじゃんね。あっという間にね、物作っちゃうんだからさ、もうその代わり大変だよ。だからそういうことをね、まあ、日本もねそういうことはねかなりうまいはずなんだけどね、ところがねここはね違うんだよね。相変わらず封建主義ね、殿様アイーンとか出てるっていう、そういうことだよ、ね、それじゃあねもう違うって。で俺たちはなんていうかな、意外と素直だったのはさ、ね、150年前に、江戸幕府が大政奉還して、ね、今の形になってって、文明開化とかさ、欧米に学べとかってそういうのをねやってきてやってきて、こうやって気がついてみたら何、江戸時代と一緒じゃねえかと、マスク2枚かよって、ヨーロッパとかそういうところはみんな金だぜ、ここだけだよ物で済ませようと、それもマスク2枚ってのね。でそれでそんなに怒らない、普通だったら怒るよね、何がマスク2枚だって。じゃあ俺たちも税金マスクであれか払うかっつってね、一生懸命マスク作りに励んだりしてそういうことだよ、だから結局はね、まあね、だからあとはまあやっぱりそういうふうにグローバルとかでね、もう生産の拠点が全くどこにもないんで、結局はもうひどいことになってるわけでね、そこら辺の部分がどうするか、だから俺たちはすごい消費者としては素晴らしいと思うんだけど、そればっかりではね、生きていけないんでね、だって、とにかく働いて金を得る、働くってことは消費じゃなくて、物を生産するってことだけど、一体俺たちは何を生産してるのかっていう話になってくるわけだよ。難しいだろこのところね、こういう難しい話はね、俺なんかみたいなねいい加減なやつが言っても始まんないんであれですけどねまあでも、まあそういう話はやっぱり俺も勉強してね、本でも読んで、いろいろとね、なんでだろうっていうのがねやっぱあって、まあそれはそれでいいんだけどさ、ね、どうであれね、まあそんなことはそれでいいんだけど、ただやっぱり俺たちやっぱり、やっぱりそのどんなに小さくてもいいけど、やっぱ生産するってことをやっぱちょっと考えた方がいいと思うんだよね。まあ例えば極端な話、ガキを作るのも生産の一つだから、セックスなんてのもね結構やっぱりね、だからまあそこら辺の問題っていうのはやっぱ俺なんかもちょっと反省しててね、やっぱりその豊かにならなきゃ子供作っても子供がかわいそうだとかって思ってたんだけど、同じだね貧乏であれ豊かであれ、ね、子供作らないとね、豊かにならんわ多分そうなんじゃないかと思うんだよね。充実した素晴らしい国を作ってからいろんなものが得られるっていうかね、いろんなものをやっていこうとかって、思ってたんだけども、やっぱそれは間違いでね、やっぱりそのダメならダメななりに、やっていかないと、でそれがやっぱり一番の基本なんじゃないかなっていうふうに最近は思ってんだよね。だから、
そこら辺がやっぱりちょっと違うね。だからもう何でもいいからやっちゃいなってね、やりたくなったらやっちゃいなっていうのがやっぱりベストだと思うんだよ。でそれをさせなくて、いやいや便利になってから、便利になってからいろいろできるからっていうのがある意味ね、今までのね、あれだったんだよ。そんでこうね、働いて、頑張ったんだけど給料が上がんねえとね、じゃあ交渉だとかってで団体交渉とかやっててさ、結局そこだと思うんだよね、うん、だけど結局そんなこと関係なく、うん、ね、なんだ、豊かになろうがなる前はやれやガキができるぞっていう、ここがやっぱ本来の姿じゃないかなと。だから、ね、別にガキにこだわらなくたっていうわけで、ね、なんかいろいろやってれば物ができるはず、ね、それは物として形ができるのかいろんなことができるのかっていうのはまああるけどね、いろいろとね、例えばその考え方ができていくとか、そういうものもやっぱり生産のうちに入るだろうと思うんだよ。 あと小説なんかもそうだと思うしね、いろんなものがそうだと思うんだよ、うん、だから一概にその物っていうかな、それとには限らないとは思うけどね、まあそんなことだな、結局はな、なんだかんだ言いながら、でろくなもんじゃねえってことだよね、うん、普通に朝が来て晩が来て、ね、その間に俺たちが動いてればなんとかなるっていう、すごい単純なことだよね、うん、ね、まあ江戸時代はそういうもんで飢饉とかさ、いっぱいなんか変なもんがあったんだけど、でもやっぱりそれも含めて、やっぱり、毎日生きてればなんとかなるぞとね、お天道様はお見通しでいいっていうねなんだよそれはね。いやまあそんな感じでね、まあお昼休みのひとときを、相変わらずのね、相変わらずのいい加減なートークで、トークをやってますけどね、うん、まあでも本当にね、こうやってやってて、1回でも2回でもね回数が重なるとそれなりにやっぱり、ね、すごいなっていうか、すごいなっていうかね、これ老後の楽しみね、老後なんだけど老後の楽しみね、本当そんな後期高齢者かね、後期までまだちょっと時間あるけども、でもね分かんないからね人間なんてね、コロナだよっていうね、コロナって何だったっけ、車か炊飯器かなんかもあったんだっけ、よく分かんないけど、ね、まあいいや、ね、コロナはコロナで、うん、いやでもこういうなんていうのすごい、なんかこうすごいことがさ、あと10年20年30年してもしも人類が無事だったらあの時はこうだったんだねみたいなね、そういう話になんだろうな。その時俺さなんか知らないけどさ、もうやばかったよとかね、うん、それでねその時いなかった子供たちがね、おじさんそうなの、やばかったんだ、へえとか言ってね、会話がねまた弾んでいくっていうね、そうかもしれないような、まあ本当にね、まあいろいろあります、いろいろありすぎて困っちゃいますね、本当にね、しょうがないです、うん、本当にな、まあそれもまた、うん、でも本当にね毎年4月っていうのは本当にいい天気で、気持ちが良くて、これから頑張るぞっていうそういう時期なんだけどな、うん、なんか今年はコロナのせいで、どうしちゃったかなっていうね、まあそういう感じです、うん、まあ仕方ないよ、こういう年もあるぞと、ね、長く生きてりゃそういうことかなと。今日何食うかね、もうそれでもその前にねまたなんかごちゃごちゃ言いたくなるんだけど、炊飯器がねちょっと今故障中っていうかね、あのパッキンってあるでしょね、金髪じゃないよパッキンね、あれがね壊れちゃったんだよ、うん、でそれでやっぱりほら炊飯器結構熱持つしさ、ゴムなんだけども、いや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 ってね、まあパッキンなくてもね
なんとかなるんだけどさ、うん、だってあれだよな、2年ぐらいしか持たないってちょっとないよな、炊飯器でな。俺の一発目なんか何年も、20年か30年持ったぜ。あね、あの本当に最近のね機械っていうのはね、ソニータイマーは1年で壊れるっつうけども、本当にボロい。あね、一体どうなってんだっていう感じがねとってもするよ。昔はそれだけね壊れないからね、で値段も安かったし頑丈だったしね、直せるしさ自分で。今も直せないもんね、基板かなんかだからさ、ね、でなんか基板なんか無理やり直してもらって、何万ですかと取られてさ、で、明細見たらさ、部品50円と書いてあるね、で技術料とかがさなんか8000円だか9000円だか1万円だかついてるのね、どこ技術なんだよこんなもんっつってね、本当にまあいろいろあるよなそういう面ではな。うん、まあそんな感じで、今日もまたね、こんなところで、ブツブツとやってしまいましたとさ、うん、やってしまったんだよ、ね、うん、まあまた次回もねまたブツブツとやりたいんで、よかったらね、聞いてみてって感じだね。本当にね、なんかあれだよね、やりゃ誰か聞いてるみたいでね、あまあありがとう本当に、ありがとうございますね、どこついついやっちゃうんだよ。ということで、これからね美味しい食い物を買って、帰ります。今日もね、いい天気ですね。本当はもう遊びに行きたいところなんですけどもね、うん、まあ遊びに行ってもしょうがないしな、そうなんですね、まあ素敵に、でもまあフラフラしてるとねいろんなこと考えられるからそれはそれで OK だと思います。はいはい、うん、はい、ということでねどうもありがとうございました。またやりますんでよかったらチェック入れてください。バッチリなバッチリな気候でお送りしています、ごまかしくんダイアリー。4月に入ってますます快調ね、何が会長か、ヨーグルト食ってるからね。まあそれはいいです。はい、どうもありがとうございました。またやりますのでチェックよろしくです。ではでは。